皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、初めて私から主人にクリスマスプレゼントを渡しました、うん、はい、ありがとうございます。その内容は後で紹介したいと思うんですけど、うん、はい、まずちょっと私、ここ数ヶ月多分動画内ではマスクを作るして撮影になると思うんですけど、来年の3月ぐらいまで2月か3月頭ぐらいまでだよね、はい、っていうのも今私はちょっとアラフォーになりまして、はい、なりましてっていうかアラフォーになるんですけど、はい、どん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 この肌悩みっていうのが出てきまして、くすみだったりシミだったりっていうのを改善したくって、ちょっとこの間皮膚科の方に行ったら、そのデオスキンというドクターズコスメがありまして、うん、セラビューティックコースっていうのを自宅でやれるっていうことで、医師の診断のもと処方していただいたものを今使っておりまして、その反応として赤み、かゆみ、皮むけ、乾燥っていうのが出るものとなっております。でそれは通常の反応なんですけども、今私がすごく赤みがかなり反応が出てて、顔がすっごい真っ赤なんですよ。で、まあ、一応あの動画を撮ってる時に、まあ、それを言わないで撮ったら、みんななんでこの人こんな赤いんだろうって思われるのもかなと思って一応ですね、顔と汚いので今ここは見せられないんですけども、これで分かるか分かんないんですけど、首と顔の色がもう全然違うので、それは今そのデオスキンというものを試している最中でございますので、はい、はい、気にしないでください、はい、気にしないでください。そうです、そうです、うん、そうです、別に言うことでもないんだけど、うん、体調が悪いわけではないので、はい、ご心配なさらないようにお願いします、はい、すいません。はい、ということで、はい、本題に戻りたいと思います、はい、で今回私が主人にプレゼントしたものは、うん、はい、ランタンになります、はいはい、じゃあもう早速紹介しましょうか、はい、開けてるっていう、そうはい、こちらがですね、はい、B 子さんからプレゼントしていただいたものなんですけど、はい、まあ、現物確認のために商品が届いた時に一旦、まあ、開封してはあります、はい、まだ中身は開けてないんですけどね、うん、それでは中の方を見ていこうと思います、はい、で、まず開ける前に、まずこれはね、S バイライドさんっていうところから出てます、うんうん、ナトゥーラっていうランタンになります、はい、小型ランタンですね、うん、まあ、僕が、ちょっと前からいいね、かっこいいね、かっこいいねって言ってて、そうじゃあもうクリスマスプレゼントでね買ってあげるからってね、ランタン3つ目になるんですけど、うん、はい、それではですね早速中身を見ていこうと思うんですけど、はい、まずこちらがランタンシェードになります。ステッカー、うん、黒白あるね、うん、黒白ちょっとかっこいいステッカー、うん、ランタン本体ですね、はい、でパッケージはですねこんな感じで、アウトドアミニランタンと書いてあります、うん、ほんとちっちゃいよね、うん、見た目もちっちゃい、ちっちゃい、箱を見てもちっちゃいもんね、うん、で早く開けてよ。いや開けますね、はいはい、うわ、ちっちゃ、ちっちゃ、ほんとちっちゃい、ちっちゃいねめちゃくちゃちっちゃいじゃん、うん、ほんとかわいいな、かわいいね、ちょっと僕たちがいつも使ってるのと横に置いてみよう、うん、置いてみよう、あ、全然違うね、かわいい、これが1000円ランタン、うん、で、これがラトゥーラ、まあ、ナトゥーラ、ナトゥーラ、うん、ナトゥーラの小型のミニランタンですね、うん、ちっちゃいの、うん、すごいミニマム、そうだね、半分ぐらいって言ってもいいぐらいかな、半分ぐらいいかないかな、何が半分、大きさ半分まではいかない、半分だったらこんぐらいじゃん、その高さ的にはなんだけど見た目がさ、あ、見た目が なんていうの、一回り小さい、一回り小さいっていう感じかな、
商品はこんな感じですね、うん、このナトゥーラっていうこの刻印がかっこいいんですよ。中に海芯が入ってます、はい、ちょっとゆっくり回すとこんな感じですね。かわいい、かわいいね、かわいいやっぱりちっちゃいとかわいさが増す、うん、あ、ここ操作は一緒だね、うん、ここにレバーがあって、うん、あ、こっからか、うん、こっちでここをこうやって上げると、うん、こんな感じでクリッと親ガラスを倒すことができます、はい、で、中の芯を切ってね。ランタンの色ってこのシルバーだけなの、うん、シルバーとね、なんかね、ちょっと違う色もあったみたいな、なんか限定みたいなのだったみたい、うん、ちょっとよくわかんないんですけど、うん、で、僕が見た時はこの色だけでした、うん、まあすごい、ちっちゃくて可愛いなと思ってね、うん、まあ、僕の購買意欲を駆り立てられたんですけど、うん、まあ私からのプレゼントだからね。そうなんですよ。でもこれがいいって送ってきたね。そう、これがいいってスクショを送ってで、ホームページを共有で送って、うん、それで私が買っただけっちゅう。そうで、これがシェードなんですけど、シェードもまた結構かっこよくて、うん、ほら、こんな感じでレーザーでカットされてるんですよね、うんうん、で、貫通されてて後ろの方にもこういう風に見ることができます、はい。で、厚みがそこそこあって、うん、ちょっと重たいです。ああ、そう ね、うん、チャッチー感じではないですね。ではない、うん、しっかり作られてます。あ、バリもないですね、うんうん、しっかりバリ取りもされてて、で、こうやってここのレバーを上げた状態でこんな感じでカツッとほら、かわいいね。かわいいよね。帽子かぶったらかわいい。帽子かぶってすっごいかわいいよ。そう、値段もこのランタンだけだったら2000いくらだったんだよね。2750円、うん、ランタンがですね、うん、で、このシェードも2750円、うん、で、もしかしたらキャプテンスタッグのちっちゃいのを持っている人はこれが入るかもしれない、うん、あ、まあそれは分かんないんですけど、うん、で、俺これに入んないかなと思って、うん、まあ、ちょっと無理があるんで。それは無理だ、うん、普通のサイズには入りません、うんうん、で、最初だからかっこいいからさ、うん、これに入んないかなと思ったの、うん、でもこれがだいぶ多分ちっちゃいっていうのを、まあ、動画で見て確認したんですけど、うん、あ、それはやっぱり無理かと思って、うん、セットで買ったんですよね、うん、なんかちっちゃいのを持ってる人はもしかしたらこれ入るかもしれない、うん、で、ちょうどここにほら、こうやって引っかかる感じ、うん、かわいいよね。かわいらしいね、こうか。やっぱり冬キャンプになるとさ、うん、その光っていうのがどうしても必要になって、うん、この大きいのだけじゃね、うん、まあ、うちも2つか、そうそうそう、このタイプを持ってるんですけど、うん、やっぱこういうちっちゃいのもアクセントとして欲しいよねとは言ってて、いいね、そう、うん、で、いいもの見つけたよ、これあるんだけどって言ってきたから、うん、じゃあプレゼントねっていうことで、もうこのシェードに一目惚れ。そう、で最初、え、なんで、え、こんなちっちゃいのになんでそんなに金額するのって言ったよね、うん、じゃあまあこの傘がちょっとやっぱり高いから、ね、って言ったから、え、傘いらないじゃんって、またいつものねいつものねいらないじゃん、そう、いらないじゃんが言ったんだけどいや、これがあることで可愛らしさが増すかなって言ったから、うん、そうそうそう、でもまあ勝って正解だった、うん、かわいい、かわいかった。でちょっとオイル入れてみようか、うん、早速、はい、あ、で入れる前に芯の先をちょっとまた斜めに切ろうかな、うん、どうだったっけ、これを倒して、わ、小屋ガラスもちっちゃ、ね、かわいいよね、すべてがちっちゃいね、ほんと、うん、
あ、パッキンも入ってんだ。ここにね、うん、はい、それではですね、この芯の方を先端をカットしていこうと思います。この先端をカットするのもなんかあの諸説あるんだって。何？あのした方がいいとかしない方がいいとか。ああ、そうなんだ。うん、あの燃える面積を、うん、燃える面積を広げるためにカットするらしいね。じゃあ必ずしもしないと燃えないとかではないってことだよね。そうそう、まあ、燃えやすいよっていうことでしょ。うん、まあ、広く炎が、あの燃える面積が大きいと炎がそれだけ大きくなるからっていう、まあ、ちょっとだけ切りました。ほんとちょっとだね切りにくい、それも切れないハサミだから、ね、切れないハサミで、あの申し訳ない程度にカットしました。ちょっとこんな感じですね、はい、もう気持ちいい、うん、それを中に入れます。今だかも。ほら、余った。うん。ああ、本当だ。多分いいと思う。うん。こんな感じですね。はい。じゃあ、ガラスを戻して、じゃあそれではオイルを入れていこうと思います。ほんとちっちゃいのよ、うん、なんかすっげえ、ね、俺の指が太いみたいに見えるね。男の人の手だとやりにくいかもね。ねえ、まあそんだけ可愛いということですね、うん、ほんと可愛さはある。可愛いよね。これはこっちじゃなくてコールマンのこっちの方が入れやすいかもしれない、うん、パッキンを取ってこれだったら入れやすいかもね。そんなには量は入らないからさ。入れすぎた？ちょっとめっちゃちょっとしか入れてないんだけど、うん、もう見てよ、ほれこう、ほれって見てよ、ほれもう本当だ、そこまで来てんじゃん。だからよ、あぶな、こぼれるとこだった。いやだからちょっと入れすぎだなって私は思ったよ。あ、本当に、うん、だからもういいんじゃないって私言ったじゃん。いや俺もこっちのさ、いつもの感覚でいたからさ、うん、私はこっちから見てるから、うん、いやもう今の感じだったらもういいと思うよって思って言ったの、うん、私。あ、危ない、ちょっと戻そうか。え、どうやって戻すの？こう戻すの？うん、これでここの、ここの上で。え？うん、うん、戻せた全然。うん、はい、おお、上手。ちょっと戻しましたいつもの感覚でいたらダメ。そうそうそう、ね、いつもの感覚でもだいぶ控えたつもりだったんだけど、うん、それよりちょっとしか入んなかった。あ、でももうほら、芯が吸ってるよ。あ、本当だ、早い早いね普通これから何分か待つよね。うん、あ、これもここの蓋が入れにくいって言って入れすぎたんですけど、まあ確かにこう蓋が大きいんですよね、うん、で入れにくい、こっちは入れにくいんですけど、ここの蓋のこっちの頭の方からこう先にこう、分かるかな、 ここが当たるんですよ。ホヤのところに当たるの？そう、ホヤのここの下にさ、ここに先に入れ込んであげてから入れると、うんうん、まあ、比較的入れやすいかもしれない、うん、こんな感じですね。はい、しゃあ、これそっちやっていい？あ、これ、はい、これ置いて、灯油入れ、灯油入れなかったらパラビンオイル入れ。もう半分でもなくなったんだね、パラビンオイル、うん、早いね、うん、もうちょっと待ってみる、うん、でも完全に吸ってるけどね。吸ってるようには見えるよね、うん、あと1分ぐらい待ってみようか1分か2分か。まあオイルをですね、芯の方に染み込ませたんですけど、その前にちょっとサイズ測ってみようかな、うん、ざっくり、はい、まあ、ホームページの方にもサイズはいろいろ書いてあると思うんですけどね、うん、
あ、ちっちゃい、20センチないじゃん、高さ。それはちっちゃいよね。かわいいよ、それは。あ、せっかくだから。ほら、全然違うもんね。ねえ。あ、これ、あの、この間キャンプに行ったっきり、中まだ掃除してないわ。そう。こんだけ違うんですよ、大きさが。ねえ。全然違うよね。うん。じゃあちょっと火を入れてみようね。はい。いいですか。いいよ。ん？まだつかないね。あ、ついたついた。今だ。お、元気がいいね。こんな感じですね。はいはい。あー、かわいい。かわいいしか言ってないけど、本当にかわいいサイズ。かわいいよね。本当にかわいい。で、ちょっと帽子つけてあげて。早速つける。うん、このお兄ちゃんは下に。お兄ちゃんを置いて、うん、帽子、あ、ここにあった。早速。帽子をつけてあげて。あー、かわいい。めっちゃちっちゃいじゃん。すごい、かっちゃんかわいいね。ほら、こんなんですよ、サイズ。すごい。わかるよね。うん、もうこのちっささがわかるかな。多分思ってたよりだいぶちっちゃい。ちっちゃいけどね。うん、多分ミリよりも全然ちっちゃいと思うし、うん、僕も本当思ってたよりも全然ちっちゃい。ちっちゃかった。うん、でも可愛いよ、これは。と、あー、ほんと可愛い。やっぱこういうの見ると1個の方がいいのかな、こういうの。なんか2個欲しくなるよね、あの色違いで。あー、黒とかあったら。そう。あ、でもそういえば、うん、インスタ見たらね、うん、あの黒出てたよ。ここ黒で、うん、あの本体黒のここのシェードが真鍮って書いてあった。金色みたいな。でもそれはそれでかっこよかったよ。あ、そうなんだ。うん、それかわいかもね。うん、かわいかったよ。あの試作品って書いてあった。あ、またじゃあ発売はしてないってこと。うん、まだ売られてはないと思うんだけどさ。今後じゃあそれが出るのかな。で、今あのこのランタンも結構人気があるみたいで、うん、あのまあある程度数が入って、うん、あの売れるまでが早いみたいでさ、タイミングによってはあのちょっと待ったりっていうのもあるみたい。そのオンラインっていうか、うん、専用のサイトがあって、そこから入るってこと。うん、SY ライドさんっていうところのページがあって、うん、そこであの購入できるんですよね。あ、じゃあ楽天とかそういうところでは売ってない。うん、売ってなかった。あ、そうだ。うん、でこういうのなかったのよ、いろいろ調べてさ、うんうんうん、結構、まあ、調べたんですけど、うん、でインスタでわ可愛いっていう画像を見つけて、うん、写真をさ、うん、であの調べたらこれだったんですよ。これ可愛いでしょ。可愛い。ほら、これ。あ、本当だ、黒金。あ、いいね。でもこれ可愛いでしょ。いいね、これシルバーと金。そうそう、これここが真鍮。おー、あ、じゃあこれはこれをつけただけだね。そうそう、これにね、黒にね。うんうん、黒金も可愛いよね。黒金可愛い。そうなんだ。これ真鍮。あ、可愛い可愛い。そう。でこれね、うん、あのここの上に、うん、ちょうどもうここの部分なんですけど、うん、ナトゥーラウォーマーって言って、うん、あの3,300円で売られてるのがあるんですよね。それをここにカツって、まあ、乗せるのがあるのよ。うん、ここのランタンの上にカツって乗せるのがあって、うん、その上であの飲み物を温められるっていう。ああ、前なんか言ってたね。そう、うん、そういうのもあるんですよね。そうなんだ。でこ の、まあ、ちっちゃいランタンを購入してそういうオプションでさ、うん、まあ、こういうシェードを買ったりとか、うん、ウォーマーを買うと、うん、一つのランタンでいろいろ楽しめる。本当だね。うん、でここで、まあ、この明るさ兼その火力調整をすると、うん、その飲み物を保温したり、うん、まあ、沸かすぐらいまでの火力はあるのかな。そこまでは火力ないようなことが書いてあった。うん、書いてあった。どっかで見たんですよね。なんかまあ温める程度、ちょっとぬるいかなっていう程度なのかな。まあよくわかんないですけど、うん、まあ、そういうのも面白いかなと思ったりするんだよね。うんうん。
はい、それでは一通り見てみたんですけど、どうでしょうか。クリスマスプレゼント素晴らしいですよね、うん、でもこれね、旦那さんとかにプレゼントしてあげたら絶対喜ぶやつだよ。キャンプしてる旦那さんは、ね、逆バージョンも嬉しいと思う。ああ、奥さんがキャンプをしてる場合とかでも、うん、かわいいもんね。かわいい、ちっちゃくて20センチですよ、ここ、うん、約僕の手すごいちっちゃいんですけど、ほんとね、ほんとちっちゃいよね、うん、手に収まるサイズっていうか、うん、だしシェードのここの長さ見てなかった。もういいよそこも今更。あ、いいですか、うん、もういい。まあ一応17センチぐらいですまあ一応、うん、まあでもどっちにしろ喜ばれると思う、うん、嬉しいね、うん、俺はもらって嬉しいし、あげて嬉しい、はい、おしゃれだしね、うん、で、インスタグラムの方を見てもらえると分かると思うんですけども、うん、Sバイライドさんのインスタグラムの方に、うん、多分発売予定なのかな、うんうんうん、現在黒の本体と真鍮のこのシェード、うん、試作品で作られてるんですけど、うん、めちゃめちゃかっこいいです、うん、よかったよ、ね、でこの小ぶりな感じで、うん、この黒と真鍮の金色だと余計なんかこう締まって見えるっていうかさ、可愛さが増すよね。増し増しだよね。増し増しも増し増し、うん、だって今欲しいもんね。欲しいよねまあ僕らおしゃれキャンパーを目指してるわけではないんですけど、うん、全然ないです。やっぱりこの身近にさ、うん、自分たちの気に入ってるギアっていうか、うん、いいなと思ったのを置いてるだけでもキャンプをこう楽しめる一つのね、うん、まあ要因といいますか、うん、でね、ランタンつけるだけで全然雰囲気が変わるんですよ。変わるよね。だからうちは、まあ、そんなたくさんはいらないけど、うん、まあもうちょっとあってもいいかなっていう風な感じだったんで、うん、まあもうこのちっちゃい子が来てもう一つあってもあ、ちっちゃい子が、うん、ちっちゃい子もう一ついてもいいかなっていう、ね、うん、だからこっちの大きい方は、うん、もう今まで通り、うん、僕らのサイトを明るくしてもらう役割、うんうん、でもう一つのキャプテンスタッグのこれと同じサイズも明かりを落としてなんだけど、うん、これはもう手元用の明かりと雰囲気を楽しむよ。そう、もう完全にだからまあ贅沢品にはなるんですよね。そう、なるなる。どっちかというとね、うん、なんだけどこれでも全然楽しめると思うんですよ。楽しめるっていうかね、気持ちが高ぶる。そうそう、キャンプの、うん、もうキャンプはやっぱ非現実的なんで、うんおしゃれにしなくていいけど、うん、こういう癒しのものっていうのは増やしてもいいのかなって思うんで、ね、癒しだよね、うん、これはいいと思います。はい、はい、ということでちょっとグダグダなっちゃったんですけど、うん、まあ要するに可愛いということです、うん、はい、そうです。簡単に言うとね、うん、可愛いから、まあ、買ってみてください。最初からずっと言ってるけどね。そう、はい、ということで、うん、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Calling out your name as you shut the door behind me.